皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、どの造血幹細胞を移植するのか、そしてどうなればいいのかというお話なんですけども、まあ皆さんいきなりすぎてね、はーってこうなってると思っておるんですけども、まあ、ここ3日ほどね続きものになってます骨髄移植の話になるんですけどもね、今日もね、まあ、移植というものに対してね、なぜこのように至ったのか、そしてなぜこうなったのかというのがね、ちょっとずつはこうご理解いただけると思いますので、まあ今日もね、ぜひ最後までよろしくお願いします。まずですね、そのどの造血幹細胞を移植するのかなんですけども、このどのっていう意味はね、もちろん人間からもらうんですけども、どの人間なのかという意味です。ではどの人間なんでしょうか。まあ、結論から言いますとですね、自分か他人です。自分の造血幹細胞を移植に使うのか、他人の造血幹細胞を移植のためにもらうのかなんですよ。自分の造血幹細胞を移植するのをね、自家造血幹細胞移植、まあ自家移植と言います。自家造血幹細胞移植というのはですね、その患者自身の造血幹細胞をあらかじめ採取して保存しておいて、まあ、大量化学療法による移植前処置の後にですね、投与する方法です。免疫反応にね関連したね、合併症である移植延滞縮死病 GVHE のリスクがね少ないのが利点なんです。あのね、移植変態白血病効果、まあ、GVL 効果っていうのがあるんですけどね、その期待はねできないんです。自家移植というのはですね、その移植が必要となった時のためにお取り置きしておく方法なんですわ。しかもね、まあ、あらかじめ採取しておくとしかね書かれてないので、ね、まあ、どのタイミングで採取しておけばいいのかっていうのはね、僕には分かりませんけど、まあ、自分自身のね細胞を元に戻すだけなので拒絶することはありません。ちなみにですね、移植変態縮死病 GVHE を起こすのはドナーさんからもらった細胞で、まあ、主にその細胞の中の T 細胞と呼ばれるね細胞なんです。次にね、他人の造血幹細胞をもらって移植することを、同種造血幹細胞移植、まあ同種移植と言います。その同種造血幹細胞移植というのはですね、同種というのは同じ種類の生物という意味で、まあ、人間ですよね、同じ種類の生物という意味で、まあ、ドナーから提供された造血幹細胞を移植する方法です。大量の化学療法やね、その全身への放射線照射治療からね、なるその、移植前処置の後にドナーさんから採取した造血幹細胞を移植します。ドナーさんからもらう細胞はですね、患者さんとドナーさんとの間でですね、白血球の形である HLA っていうのがあるんですけど、それの型の一致度が高ければ高いほど条件が良いとされています。そのドナーさんになる候補っていうのはですね、まずその HLA の合っている確率が高い血縁者、兄弟姉妹親子などからね探して、見つからないときは非血縁者、骨髄バンクドナーとかね、再対血ドナーからね探します。僕の場合はですね、骨髄バンクの非血縁者さんからいただきました。まあ、そしてそれぞれのドナーさんの体からもらう方法というか、まあ、やり方、使い方というのはですね、骨髄移植の場合の採取の仕方はですね、あのドナーさんの骨髄にある造血幹細胞を採取して移植する方法です。まあ、通常ね、あの骨髄液はね、腸骨、あの骨盤の骨なんですけどね、そこからね採取されます。末梢血幹細胞移植の場合はですね、血液中にある造血幹細胞を採取して移植する方法です。まあ、通常ね、造血幹細胞移植っていうのはね、血液中にはないためですね、ちょっとややこしいですけどね、造血幹細胞移植っていうのは血液中にはないんですよ。骨髄の中にあるんですよ。ほんでね、まあ、白血球をね増やす薬っていうのがあってですね、それをドナーさんの体に投与するんですよ。そうするとですね、ドナーさんの骨髄から血液中に造血幹細胞がね流れ出してきてくれるんですよね。でその流れ出してきてくれた造血幹細胞を血球成分分離装置っていうのを使って造血幹細胞を採取します。そして再帯血移植の場合はですね、胎児と母親を結ぶね再帯っていう、その胎盤に含まれる胎児由来の赤ちゃん由来の血液、まあ、再帯血っていうんですけども、それに造血幹細胞がねもう豊富に含まれてるんですよ。ほんで再帯血の提供に同意してくれたあのお母さんですね、妊婦さんがドナーさんになってくれて、分娩後にですね再帯血を採取して再帯血中に含まれる造血幹細胞を移植する方法です。
まあ、これね僕もねその胎盤ですよね見たことあるんですよね。次男の出産にね、参加したじゃないよ立ち会ったですね立ち会った時にですねああこれが再対決かこれが胎盤か言うてね見てたのをね覚えてますね。なんかねレバーみたいな感じでしたね。まあそれはいいんですけども、でこれが移植に至るまでに決まる誰にもらうかどれを使うかでございました。ここでやっぱり気になってくるのはですね、まあ、先ほど自家移植の時にお話の時にね最後に出てきた移植変態宿主病 GVHD ですよね。でこの移植変態宿主病 GVHD をね引き起こすのはですねドナーさんからもらった細胞で主に T 細胞と呼ばれる細胞です。 T 細胞っていうのはですね、まあ、普段は僕らの体の中でね微生物、まあ、ウイルスなどのようなね敵をね認識して排除する、まあ、攻撃するような重要な役割をしているんですけども、こう移植によって入ってきたドナーさんの骨髄液から生まれた T 細胞がですねドナーさんとは異なる患者さんの臓器や細胞を排除するように攻撃してしまうことになるわけなんですよ。ややこしいですよね。そんなね移植変態宿主病にはですね急性型と慢性型があります。まあその急性 GVHD とか慢性 GVHD とかね聞いたことあると思うんですけどね、その急性型と慢性型はその発症時期によって分類されます。その移植変態宿主病によってね障害される臓器はですね、皮膚消化管肝臓っていうのはまあそれぞれに急性でも慢性でもねそれぞれ共通で出てくるんですよ。で慢性型はそれに加えて、目口肺筋肉筋膜などのね、まあ、多くの臓器が標的になります。実際にね患者さんによってはですね急性型と慢性型がねこの合併する場合があるんです。急性型が3ヶ月までやのに3ヶ月以降に出てきたりとか、あるいは慢性型が3ヶ月以内に発症することもあるんです。でねその移植変態宿主病っていうのはもうほんまに予防が重要なんですよ。ドナーさんのね T 細胞によるね抗液反応をね抑えるために移植をしばらくの間はね免疫抑制剤を投与する必要があります。もし移植変態宿主病ね発症してしまった場合にですね、まあ、出るんですけど絶対発症するんですけども、そういった場合はさらにですね免疫反応をね抑制するために薬剤のね分量をね増やしたりですね別の薬剤、まあ、ストレート剤とかなんですけども、それをねこう追加でね投与したりします。で免疫抑制剤のね投与はですねその免疫反応を抑えることで免疫力が低下して発症する感染症に加えてその薬剤のね副作用としてね腎機能とかね糖尿病骨折などがね起こる可能性がねあってですね、投与中はこれらの副作用に注意する量が必要なんです。まあ、これによってね今僕はまあ飲んでるんですけどもね、まだ免疫抑制剤飲んでるんですけども、糖尿病になったり股関節が痛くなったり虫歯になったりしています。まあ、移植変態宿主病はね軽症では重篤な問題にはなりませんけども、まあ、中等症とかね、まあ、中くらいとかねめっちゃ重たい、これ重症になってしまった場合はですね時にはね命を脅かします。呼吸機能の低下でしょう、で目や口の渇きでしょう、 今それ僕めっちゃなってるんですけども、皮膚の色の変化とかね、まあ、まあシミとかですよね、もっとすごいんやと思うんですけどね、そんな後遺症を残してね生活の質をね低下させる可能性があります。そしてねこの移植変態宿主病と同時に起こって病気の回復が期待できる移植変態白血病腫瘍効果 GVL というのがあります。まあ、先ほど説明しましたようにですね同種凍結管細胞移植後にはですねある一定の頻度で、移植変態宿主病が発起症します。これはドナーさんの凍結管細胞が移植されて、患者さんの中で細胞分裂を繰り返して T 細胞が生まれて患者さんの臓器を攻撃する反応です。この患者さんの体の中にあるね腫瘍細胞、まあ、白血病細胞などもですねこの攻撃のね標的になることがね知られてます。ほんでねそのドナーさんの T 細胞がですね患者さんの、体の中にある腫瘍細胞、まあ、白血病細胞などを攻撃してくれるんですよ。これを移植変態白血病腫瘍効果と言います。白血病の患者さんであればですね移植変態白血病効果と言います。だからねこのね移植変態白血病効果によってねその僕の持ってる体の中の白血病細胞をねこうバーッと攻撃してくれてね壊滅してくれようとね今戦ってくれてるんですよ。この反応っていうのはですねあの自国のような思いをした移植前処置ではね駆逐できなかった腫瘍細胞がですね、
移植後のドナーさんの細胞による、ね、免疫反応によって、ね、駆逐される可能性があることを示します。でこの反応によってですね、移植後の元々の病気、まあ、僕の場合だったら白血病なんですけども、それの再発が減る可能性があります。ただしですね、この反応はね、その腫瘍の種類によっても、その、ね、その病気の状況によってですね、まあ、期待できるものとそうでないものもあるんです。まあ、そこはね、それぞれあるからね、全部が全部そうなんですよと言わないのがね、現状なんですよ。まあ、困ったもんですよね。まあね、早くね、全てにおいて効くぜっていうやつをね、開発してほしいもんですわ。といった感じでですね、今回はね、どの動血管細胞を移植するのか、そしてどうなればいいのかというお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。